こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本が誇る双竜型潜水艦。この名前にこれって言えば?と思ってしまう人も多いのでは?ないでしょうか?一大ブームを巻き起こした新世紀。エヴァンゲリオンシリーズは年齢を問わず大人気となりました。その主要な女性キャラの一人が双竜アスカ・ラングレーという。感情をすぐ表情に出してしまう。気が強いけど傷つきやすい複雑な性格の少女です。もう一人の主要女性キャラで、感情をめったに表に出さない神秘的な雰囲気の綾波レイと人気を二分していました。潜水艦双竜という名前にについては、実は逆輸入で、戦前の日本帝国海軍のお召し艦の名前が青い竜だったのです。そこからエヴァのキャラクター名として取り入れたのだと言われています。ちなみに、綾波も日本海軍の駆逐艦の名前でした。以前紹介した双竜潜水艦もそうですが、想像上の生き物である竜という王しく神々しい名前が付けられるのは、竜が海の神とされることの他にも、守り神としての敬意が込められているのかもしれません。では、その双竜ですが、今年ほど世界の注目を集めた時はないようです。というのは、オーストラリアが関係しているのです。実は、オーストラリアは、そう、竜型潜水艦の性能を非常高く評価し、両国の政府間では輸入という話が進んでいました。しかし、2016年オーストラリアでは政権が交代しました。これによって、以前の日本との話し合いを白紙撤回したオーストラリアは、フランス政府と契約を締結したのです。つまり、日本から、そう、竜型潜水艦購入というの話は、立ち消えになってしまいました。この白紙撤回については、黒幕がいたようです。それが中国でした。オーストラリアは、中国が最大の貿易国です。その中国は、日本の影響力が外国に広まるのは何としても、避けたいところですから。この機に、オーストラリアに横槍を入れたと言われています。オーストラリアは政権交代にかこつけて、日本との交渉を打ち切ったのだとか、日本を捨ててフランスを選んだオーストラリアでしたが、肝心のフランスとの連携はさほどうまく進んでいない様子です。フランスに原因があるのか、はっきりしたことは不明ですが、建造が大幅に遅れていることから、もし、日本の潜水艦を選んでいたら、とっくに建造が始まっていたかもしれないのに、という声が、聞こえてくるそうです。ここで、潜水艦について、ちょっと説明します。まず、潜水艦は、動力の違いで、2種類あります。
一つは原子力潜水艦で、もう一つは通常動力潜水艦ということになります。言うまでもなく、非核三原則を国是としている日本は、原潜は作れないので、通常動力潜水艦だけを作っています。この通常動力潜水艦について、世界から驚嘆されたことがありました。というのは、世界初のリチウムイオン電池搭載の潜水艦を作り上げたからです。以前の潜水艦には、スターリングエンジンという動力が、採用されていましたが、このエンジンを研究改良したことによって、リチウムイオン電池を、設置することが可能になりました。言うなれば、世界に一歩先んじたと言えるでしょう。と言っても、横流型潜水艦は、リチウム電池とディーゼル機関の、併用方式となっています。こうしている今も、あらゆる方法で研究が進められていることは、言わずともがなですね。通常動力潜水艦の製造に関して言えば、世界でトップクラスは日本とドイツということです。戦時中にあのアウトバーンを完成させ、現在でも国内の大動脈として活躍しているドイツの技術力を考えれば当然という気がしますね。ところが、現実は厳しいものがあって、実は現在一隻の通常動力潜水艦もドイツは稼働させていないのです。一時は工業大国として世界中にその名を轟かせていたドイツの、これが悲しい現実と言えましょう。一方、日本は日常的に稼働している潜水艦が多数あります。日本は、ご存知の通り、四方を海に囲まれた島国ですから、これは当然のことでしょう。原潜については、世界で保有しているのはアメリカ、ロシア、イギリス、中国です。この4国の中では、アメリカの潜水艦が飛び抜けて高性能と考えられますが、ロシアもかなり高性能な技術力を持っていると思われます。では、オーストラリアが原子力潜水艦ではなく通常動力潜水艦を選んだのはなぜでしょうか？理由は様々推測されますが、第一に、原子力にはウランが必要です。オーストラリア国内ではウランは大量に産出されるので、原子力利用の開発は大きく進んだそうです。しかし、数多くの実験の結果、逆に、原子力を危険視する意見が増えていき、利用反対の声も大きくなりました。この増大する反対意見を無視できなくなったため、オーストラリアは通常動力潜水艦を購入することになったと言われています。そう、流型潜水艦の高性能なポイントは、まず、潜航能力が他の潜水艦とは、桁違いに違うというところです。つまり、他の艦よりも、ずっとずっと深いところまで潜ることができますし、航行することもできます。はっきり言って、原潜にも、引けを取らない能力を有しているというわけです。
この、そう、竜型潜水艦が一度潜水してしまえば、大げさでなく、海の忍者となり得ると言われています。忍者ですから、どこにいるのかわからないわけです。このような潜水艦は、断然恐ろしい存在となることでしょう。では、旧型潜水艦、黒潮について説明しましょう。2018年に、南シナ海で訓練を実施した黒潮は3代目です。この時注目を集める事件が起こりました。というのは、中国の潜水艦が浮上したということがあったのです。潜水艦が浮上するというのは、戦時でもない限り、異常事態と言わざるを得ません。なぜ浮上したのでしょう？ここで登場するのが、黒潮の存在です。つまり、南シナ海で潜航活動していた中国潜水艦は、黒潮の存在に気づき、慌てて浮上したと推測されているのです。逆に、言えば、浮上せざるを得ないほど接近されるまで、黒潮に気がつかなかったということになります。軍事大国中国でさえ、黒潮の居場所を発見できなかったというわけですね。中国の卓越した諜報能力は多くの国々から警戒されていますが、黒潮を見つけられなかったのは、黒潮の能力がずば抜けて優秀という証拠にもなります。黒潮がなぜその海域にいたのか、つまり任務は、言うまでもなく公表はされませんが、おそらく護衛艦加賀に従っていたとも考えられています。念を押しますが、黒潮は旧型です。旧型でさえ、この素晴らしい能力ですから、もしも、新型潜水艦だったら、と空想すると、その優秀さに、拍手を送りたいと思いませんか？再び、オーストラリアに話題を戻します。以前の潜水艦が失敗だったため、日本の高性能な潜水艦に注目が集まりました。しかし、前述の通り、オーストラリアは日本ではなくフランスの潜水艦を選びました。この潜水艦はオーストラリア国内生産も可能ということです。日本はオーストラリアが、そう、竜型潜水艦の製造技術を持っていないと考え、国内生産は許可しませんでした。もちろん、同じ潜水艦で運用経験のある艦を売る計画だったのですが、それをデメリットと考えたのか、オーストラリアはフランスの方を選びました。日本企業は逆を失ったことになりましたが、日本政府の中には、そう、竜型潜水艦を外国に売らない方がいいという意見もありました。というのは、潜水艦を輸出することによって技術が盗まれてしまうのではないかと心配になったためです。その不安が逆の意味で的中したと言えるかもしれないのですが、オーストラリアでは日本ではなく、
フランスを選んだことを後悔している人々が多いそうですよ。ということは、そう、竜型潜水艦がそれほど性能が優れているということなのです。